コセマリア・ベラスコ・イバーラは、エクアドルの政治家。労働者や大衆の支持を集めた、ポプリスも政治家であり、我にバルコニーを与えよ。されば大統領たらんという発言で知られる通りの、有弁家で、抜群の政権獲得能力を示して、1934年から1935年、1944年から1947年。 1952年から1956年、1960年から1961年、そして1968年から1972年の、生涯にゴ度エクアドルの大統領に就任したが、その政権を任期満了まで務められたのは1952年から56年の一期だけで、残りの四期はすべて彼の失勢に耐えかねた軍によって、政権を追われている。 国内にいるよりも外国で亡命生活を送った時期の方が長いため偉大なる不在者とも呼ばれた。ベラスコ・イバーラは1893年3月19日、首都キトにて土木騎士の息子として生まれた。彼は小学校に通わず、代わりに彼の母によって教育を受けた。16歳の時に父が死ぬとサンガブリエル高校へと進学し、さらに エクアドル中央大学に進学して、法解釈学の分野で博士号を取得し、パリ大学に留学した。彼は、コンソイエやワイバーバリなど何冊かの本を書き、エル・コメル・シオ氏に記事を書いていた。彼の最初の公職は、キトシ役所での職務であった。彼の政治人生は、1932年、共和国議員に任命されたことで始まった。そして短期間に、 共和国議会副議長に任命、そしてそのわずか十数日後には共和国議会議長に就任した。1933年40歳の時に彼は保守党から大統領選挙へと立候補し、エクアドル史上最も高い80%の得票率で勝利して、1934年9月1日に大統領に就任した。彼はペルーなど各国を歴訪して、 エクアドルのイメージ回復に努めたが、1935年8月には、軍のクーデターによってその座を追われ、コロンビアへと亡命した。彼は、コロンビアで最高の学校と呼ばれた、セビリアのサンタンデル学校で抗議し、やがてアルゼンチンのブエノスアイレスへと移動して、そこで大学教授となった。彼は1939年の選挙に再び立候補したが、 審差で自由急神党のアロヨ候補に敗れ去った。アロヨには、ベラスコ・イバーラの人気も、支持基盤も欠けていたため、この選挙は、不正が行われたとみなされた。ベラスコ・イバーラはこれに対しサリナス空軍基地を、襲撃する、クーデター計画を立てたが事前に計画は漏れ、ベラスコ・イバーラは、再び亡命を余儀なくされた。この間、1940年には、 アマゾン地方の貴族をめぐって、ペルーとの間に先端が開かれ、エクアドルは敗北して、広大な領土を失った。これに、市民は、不満を持ち、ベラスコ・イバーラも亡命先のコロンビアから、この紛争の講和条約であるリオデジャネイロ議定書に、反対を表明した。1944年5月28日、エクアドルで、名誉革命と呼ばれたクーデターが起こり、 彼は復権指摘国士共和国の指導者となり、立憲議会によって大統領に任命された。彼は、エクアドル民主同盟を創設して、社会党や共産党といった、左派勢力と協調体制を取ったが、左派の提出した憲法を否決して1946年に、保守的憲法を採択し、1947年8月には、閣内の陸海空の三国防省がクーデターを、 起こして、カルロス・マチェーノ大臣を政権の座につけ、ベラスコ・イバーラはまたも追放され、亡命を余儀なくされた。1952年、帰国した、彼は大統領選挙に立候補し、当選して1952年9月1日に3度目の政権を取った。この第三次政権時には、ベラスコ・イバーラに大きな失点はなく、エクアドルにとっての進歩の時代となった。 特に教育とインフラ建設分野において大きな進歩があり、在任中に学校311校が建設され、104校が新しく着工された。また、道路も 1359km が建設され、1057km が改修された。また、全政権から続く外資導入による経済建設を継続し、バナナがこの時期から エクアドルの主要輸出品となった。エクアドルの大統領は、任期4年の連続再選不可であるため、1956年8月31日、彼は任期を満了して、カミロ・ポンセ・エンリケスに政権を譲り渡した。1960年、ベラスコ・イバーラは立候補して当選し、1960年9月1日に4度目の政権の座についた。 当選すると彼は就任演説で、リオデジャネイロに提書の廃棄を通告し、また公共投資による経済成長を図った。しかし、バナナの価格低下とともに、エクアドルの通貨は暴落し、過剰な公共投資はインフレを招いて、1961年11月7日には、軍によるクーデターが起き、ベラスコイバーラは3度目の亡命で、アルゼンチンに向かった。 彼の政権は副大統領カルロスフリオ・アルセメナが、ついだ。1968年、亡命していたベラスコ・イバーラは帰国し、大統領選挙で5度目の当選を果たして1968年9月1日に大統領に就任した。しかし経済は好転しておらず、1970年6月22日に財政危機が起きると彼は1967年に、 制定さされたた憲法をを停止して議会を解散させ独裁者となった1971年には民政移管を決め、1972年に選挙が行われることになったが、審議会でのポプリスモの優勢を危惧した軍が、ギリエルモ・ロドリゲス・ララ将軍を立てて4旅クーデターを起こし、1972年2月15日に、ベラスコイバラは失脚。パナマを経て、 ベネズエラへと亡命した。その後、1977年に民政移管が行われるとまたも出馬要請があったが、高齢のため引退を決意。1979年3月30日、人にて86歳で死亡した。ベラスコイバーラの人気の本質は弁説であり、演説や選挙運動などでのパフォーマンスで大衆を魅了し、勢力を拡大した。また、 公共事業やインフラストラクチャー整備を熱心に行い、これが高い支持の一端につながったが、一方で根本的な改革を行わず、また政権も常に不安定で、軍部の介入を招く結果となった。彼は個人の人気で勝負するタイプの政治家で、政党組織の整備や組織化を行わなかった。政権もその時々によって変化し、 大衆に敬語をする以外は一貫した政策が見られない。典型的なポプリスも政治家とされる。ありがとうございます。